西条寺メトロポリタン大聖堂、通称サザークの西条寺大聖堂は、南ロンドン、カトリック教会サザーク大司教区の大聖堂であり、サザーク大司教の大司教座である。この大聖堂はカトリックにおける、サザーク管区の母教会である。サザーク管区は、ロンドンのテムズ川から、南側の、全地域、ケント州とサリー州北部も含むサザーク大司教区と、 アランデルおよびブライトン、ポーツマス、プリマスの管区をカバーしている。サザーク大司教の首都大司教座大聖堂である。成城寺大聖堂は、ロンドンのランベスロードとセントジョージロードが交差する、箇所にあり、帝国戦争博物館の向かい側に立っている。大聖堂のすぐ北、ウェストミンスターブリッジロード上に、成城寺大聖堂ローマンカトリック小学校と、 カトリック海外開発庁本部がある。1942年にザブリッツで甚大な被害を被った大聖堂内を歩くディクソン神父、成城寺大聖堂は1848年にでき、1852年に大聖堂となった。イングランド宗教改革以来、イングランドとエールズでカトリック大聖堂の地位を得た教会は、成城寺を含めて4つしかなく、ロンドンでは、 初めての例であった。オーガスタス・ウェルビー・ノース・モア・ピュージンが設計した。ピュージンは、チャールズ・バリーと共に、英国議会議事堂再建の設計をしたことで、有名な建築家である。ピュージンは1848年8月10日、神父のジェーンとここで、結婚式を挙げたが、これは、正常時代制度で、初めての結婚式であった。ピュージンにとっては三度目の結婚であった。 大聖堂は第二次世界大戦の空襲で大きな被害を被り、1958年に再建された。それ以来、大聖堂は破壊される前と同様、地元のコミュニティの中で中心的な役割を果たすようになっており、多くの著名な来訪者を迎えている。1998年には、ダライ・ラマ14世を迎え、1982年には、 ヨハネ・パウロ2世が来訪した。大聖堂は品質の高いステンドグラスを多数保有しており、そのうち1枚にはヨハネ・パウロ2世も描かれている。2011年のイースターの際に、1958年に作られたジョン・コンプトン・ウォルガンの部分的修復とジョージ・ベース聖火体積の内陣への設置が実施された。これはイングランド国教会のセントオールバンズ。 大聖堂からの贈り物である。成城時大聖堂は第二次世界大戦でイギリスに爆撃されたドイツのノルトベストファーレン州にあるパーダーボルン大聖堂と地元のイングランド国教会の大聖堂であるサザーク大聖堂と密接な連携を保っている。成城時大聖堂合唱団は1848年から大聖堂のミサやイベントなどで演奏を行っており、 2015年に BBC1 で放送されたクリスマス深夜ミサなどをはじめとして BBC のラジオやテレビにも出演している。大聖堂は帝国戦争博物館に隣接しているほか、サウスバンク、テムズ川、ウェストミンスター橋、ロンドンアイセイトマス病院、ウォーター流駅などが徒歩圏内にある。毎年夏には、 ロンドンサウスバンク大学の卒業式が大聖堂で行われる。聖セ,セシリア学院の集会でもしばしば使用されている。ホワイトホールオーケストラやトリニティカレッジ・オブ・ミュージックなどが演奏のために使用することもある。ありがとうございます。